今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。もしこの件でお役に立てれば。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前、この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でもそれ以外に3つある肝心なものが準備できていないの。その3つが名家不浄石、戦旗革新、そして戦家呪符。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の二つは聞いたこともないのですが。名家という名は、十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして戦旗革新は軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦家呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。他の2つ同様、必要不可欠なものね。3つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。でも兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたらいいねで買い取らせてもらうわ。それと3つの素材を集めるのが早かった3名には、私に質問する機会をあげる。もちろんどのような質問にも答えるわ。この見返りはきっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得た者こそが市場の棋戦を制することになるはず。ついてるぞ。つい最近不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも生きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？この私が知っていることであれば何でも真実を教えるわ。本当か？じゃあオイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密が分かればオイラたちもう二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん教えることは可能よ。ただしそれはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地は
かなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材は全てそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行こうってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず玉境内を離れてって、あ？あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、随分と優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ぼさっとすんな。早くついてこい。はい。おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。早く。いないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。もう逃げ場はないぞ姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。おやぶ、なんだか嫌な予感がします。彼女、明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ、普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえで、どうやって借金を返すってんだ。言ったはずだ。主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらいわかる。さっきこの目で見たからな。ルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろ。でもほんの少し口にしただけで箸を置いていた。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。金持ちの嬢ちゃんでもない限りそんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。
はあ、またお前らか。千眼軍？どうして千眼軍がここに？まさかお前が通報したのか？余計な真似を。俺は。黙れ。また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を怖い顔しないでくれよ。ちゃんと説明する。落ち着いてくれって。神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。先刻は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、そんな暴力を振るっちゃダメだ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか。精神、ルリユリ、ルリ袋、それらを普段は食している。薬剤？どうやらよくわかってないみたいだな。近くに不ぼくろがあるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格ってもしかして仙人なのかな。初めてリーユエコーに来たみたいだし、それに常識もちょっとないだろ。仙人だったとしたら納得できるんだけど、どんな仙人なんだろう。気になる。ようこそ。どういった薬をお求めでしょうか。精神、ルリユリ、ルリ袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。どうぞ。今ここにある在庫のすべてです。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたっくさん料理を注文してそれを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえばその美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、
どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って？あ、間違いない。こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ？そうだ、忘れるところだった。オイラたち軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひっ、もし他の人より早く集めることができたら、どんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか？確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。安心するがいい、見返りを求めはしない。うえ、神格はそれでいいのか？でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。ああ、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかはわからぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行している者を全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ？ダメだ！どう考えてもやっちゃいけないことだぞ！そうなのか？だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。名家不条意し、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不条の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったら、あなたたちでしたか。あ、白術どうしたんだ？行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ？それは私にもわかりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。ですがお客様側の事情ですので、あまり深くは追求しないようにしようかと。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。どうでしょう、あなたたちここで働いてみませんか？オイラたち他にやることがあるんだ。あ、そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか？軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条絵師を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。非常に貴重なものです。文献に記録されている名家不条石はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも飛雲商会の方が詳しいでしょう。なるほど、じゃあ飛雲商会に行って聞いてみようぜ。白術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。他に何か必要なことがあれば遠慮せず福袋にいらしてください。行幸さんが依頼した傷薬、いくらなんでも多すぎます。軍玉閣の再建はそれほど危険なものなのでしょうか。妙ですね。
坊ちゃま、やっとお帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい。ここ最近、紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。そういうことか。わかった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。あは、ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい。何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不浄石について何か知らないか。なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。もっで、まさか。実を言うと、飛雲商会には名家不浄石がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もらを超えると予想される。5億もら。正直この不浄の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でも、もし名家不浄石がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい。ん？誰だそれ。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不浄石がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し歴史の陣屋へと埋もれていった。ただ幸いなことに、僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李社港の近くにその銅典があることが分かった。やった。あ、でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の銅典は非常に緻密に作られたもので、自衛機構が備わっている。
長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。が言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど、何も見当たらないな。ここ一帯に痕跡を消すための仙人の砲術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。お、さすが神格。よし、もう一回探してみよう。あ、見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに先霊がいるぞ。よっ。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か？あ、あれってさっきの洗礼じゃないか？見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか？まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが、気をつけた方がよい。
せよ。粉々よ。はい。目には目を。侵入者として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。競争よ決心。やっ、結装せよ。はい、それジャッジメント。早く装置の革新があらわになったぞ。今のうちだ。わめきなさい。その前にこの塔の守衛装置を壊す必要がある。質量に従え。装甲のオン。粉々よ。はい。やっ。震えなさい。ソーランの憩い。いでよ。念の表情。なんだか他と違う気がするぞ。近くで観察してみよう。
裁きの雷槌。競争よ、決闘せよ。目には目を。剣票、恩を断つ。よっ、砕け散れ。それ許さない。眠るな。ご助力を。具現せよ、魂よ、わめきなさい。へい、よっ、はっ、ふっ、よっ、はっ、それ。目には目を。へい、命ずる。転身直走。諦めて。ご安心を。逃げ道はありません。稲光、すなわち永遠なり。そこ、たっ、ふっ、ふっ、裁きの意、装甲の恩。よっ、早く、ふっ、よっ、砕け散れ。よっ、そら、それ、ふっ、はっ。許さない、震えなさい。騒乱の憩い、いでよ。律令に従え、錬気過信。結霜せよ。へい、ふっ、よっ、活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ、空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか、神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、さまざまな伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ。案ずるな。これ式であれば我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。
我を？そうだぞ、神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は不浄の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。早く。なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても？我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。神格ー！お、それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの不浄の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。ひひ秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。正直なところ、これまでに届いた不浄の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方は、そこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは、私は先に失礼します。ご覧の通り、まだやることが山積みですので。神格、さっきここに到着した時、みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら、胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて、普通の人間とは違ってたぞ。しかし我はそうでは。神格？何でもない。洞天に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、
百文が言ってたよな。近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ、少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった。覚えておこう。あん、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。おお、オイラたち運がいいな。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ。客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ神格が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で神格にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。あれって竜王釈放神君じゃないか。どうしてこんなところに。行ってみようぜ。神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。もちろんだぞ。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか。それは当然。リーユエコーで長年生活するカウンを除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ。神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると。え、仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか。その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。って、うえー、お前は気づいてたのか。っていうことは知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見てあの子は普通の人間と異なるのか。神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、
それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないとわかると、何も言わずに気を失った。つまりもし龍雲釈放神君がいなかったら、今頃神格は。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無散し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月蓄養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤ひもで魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤ひもで縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤ひもの力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ龍雲釈放神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。ふん、そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。
もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて、仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。仙人に育てられた人間は今のリーユエに必要な存在だろう。それと同時に多くの仙人の願いを乗せているのかもしれぬ。よいしょ。我のことはもう師匠から聞いているな。えどうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。神格、オイラずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう。じゃあ十分休憩もできたし、残りの2つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、神格、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで、我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。軍玉閣が
空に浮いたぞ。でも何かに縛られてるな。それはまだ再建が終わっていないからです。ヤコブン、北斗もいる。それに知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため再建作業を2つに分けています。適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百分さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください。すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのも、あなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。よっ、まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。ああ、以前の航海でたまたま名家浮上石を手に入れたから、それを持ってきたんだ。名家浮上石は貴重なものだけど、見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。そうだ、紹介しよう。彼女はリーユエの看板役者のウンキン、ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人、私の古くからの知り合いだ。それとそっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そう、かしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石は何とか見つけることができました。少し小さいかもしれませんが、かろうじて合格をいただけた状況です。おお、なら三人ともいいライバルになりそうだな。お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか。いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この三名分の権利を手にしてはどうでしょう。おお、それはいいかもな。具体的にどうすればいいんだ。はは、ウン先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は三人ともすでに見つけている。残り二つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、三人の需要を一気に満たせる。そうだろう、ウン先生。はい。そのような方法が。よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新について、こっちはもう手がかりを押さえてある。革新の制作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、スーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちは？リーユエ港に戻って、艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、
方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても私らにとっては勝利に近づくことになる。それじゃ私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ、ウンキンは行幸に何を聞きたいんだ。実は今新しい劇の舞台を探しているのです。行幸さんの審美眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。おお、どんな劇なんだ。オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海仙女の伝説物語です。劇の名を神女壁館と言います。セピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないよね。なぜこの地を訪れた。海に潜みし脅威、それを払う策は見つかったか。行幸から聞いていないのか。幸運閣、あの一帯で何かが起ころうとしている。先般の約束通り、仙人である我はこの件に介入しない。だがどのような危難に見舞われるかは未知数だ。故に我にも我の考えがある。かの地は、リーウェ港から山一つ越えたところにある。だが仮に事態を収束できずとも、我一人でこの地を守ることはできるだろう。お前たちが見つけた素材はどちらも良質なものだ。仕上がりにも期待してもらっていいだろう。こりゃ俺も本気を出さなくちゃならんな。よっ、どうだい、そっちの収穫は。こっちはちょっとした問題があってな。実はスーリンのやつ、戦機革新を見たことないらしいんだよ。だから調査も振り出しに戻っちまった。まだしばらく時間がかかりそうだ。戦機革新の生産なら俺に任せておけ。お前さんたちは他のことをしててもらって構わない。大丈夫、そう時間はかからん。ではこちらは翔さんにお任せいたします。私たちは戦火呪符の準備をしましょう。しかし仙人に関するものとなると、どこを探せばいいのでしょうか。我が用意しよう。神格が？ああ、長年
我は仙人たちの修行を受けてきた。呪符の作り方も多少心得がある。初めて会った時に言ったはずだ。我は競い合うためではなく、軍玉閣のために来たのだと。もとよりここへは、戦火呪符のために来ている。行幸殿が軍玉閣を再建するという噂を師匠が耳にし、呪符のことを我に頼んだのだ。それと同時に、師匠は、これを機に人間社会へと戻れとも我に言った。だが、我は俗世から離れすぎていたゆえ、いささか常識というものを忘れてしまっている。果たして、このまま人間社会に残ることが正しいのか、我にはわからぬ。だが、主らと出会えたことは、実に行幸であった。呪符については、我に任せてほしい。事情をよく知らない私じゃ、それが正しいかどうか判断しにくいが、それでも、こうやって知り合えたのも何かの縁だ。もし辛いことや苦しいことがあったら、私の船に飲みに来るといい。ああ、感謝する。翔、少し場所を借りても良いだろうか。今から呪符を作ろう。ああ、構わない。それに俺も見てみたいしな。仙人の法術がどんなものなのかを。よし。呪符は完成した。師匠が作るものと比べたらまだまだだが、出来に関しては悪くないだろう。こっちも戦機革新が完成したぞ。よし、他の人に先を越されないよう早く私に行こうぜ。視界が開けたわね。行幸の秘書さん、素材を集めてきたぞ。あら、早かったですね。なるほど、3人で一緒に探していたのですか。では素材を確認しましょう。戦機革新と戦火呪符、どちらも高品質で特に問題はないようです。これで今回の勝敗も決しましたね。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は、旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって、もう終わりなのか。まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はあ、頑張りましたが今一歩及ばなかったようです。では皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ、北斗がいないけどどこ行ったんだ。さっきまでここにいたのに。北斗さんは用事があり、少し遅れるとのことです。ではこちらに。
私と一緒に来てください。じゃあオイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのってもうかなり前のことだよな。戦火呪符と戦気革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて約束通り報酬を与えるわ。やったぜ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。ここは天高く舞う楼閣、絶景を一望できるわ。風を感じながら民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は他にないはずよ。行幸さん、ありがとうございます。では劇の道具が準備でき次第それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの、これくらい遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも劇を見に来てくださいね。あなたは質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの妹の行方は私にもわからないわ。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが行幸、いつも先を読んでくるな。はい、じゃあオイラの質問に答えてくれ。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、機を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば約束通り答えましょう。でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。おい、おいらまだ何も聞いてないのに。すべて顔に書いてあるんだもの、一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。やったぞ。今度もしモラが必要になったら行幸のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。神格は何を聞くんだ。我もいいのか。もちろん、だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか。行幸殿、その我はリーユエコーに馴染めるだろうか。へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーユエコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識。そう、ある場所を好きになったりそこに馴染もうとしたりするのには必ず理由があるの。その地で出会った人、経験したこと、
もしくはリーウェの雰囲気が好きでその生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかくリーウェ校に残って生活するのなら誰であろうと理由が必要よ。あなたもそれを早く見つけられるといいわね。承知した。よう、話し中か。野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ。私か。私は特に聞きたいことはないな。今回は行校のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。行校、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ、もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦群も待機しているわ。ならいい。だが気をつけろよ、油断は禁物だ。北斗、行校？何の話をしてるんだ。軍力閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。知らない方が幸せかもしれないわね。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち、空からリーウェ港を眺めたわ。その時私はいつの日かこの軍玉閣の影で七国を覆い尽くそうと考えた。今でも私の願いは変わらない。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーウェ港の上空を飛び、世の繁栄と平和を見守ること。みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより開始するわ。現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは。あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。行校は最初から知ってたのか。海洋の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのもバッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すためよ。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リーウェ校の人々は自らの力で乗り越えなければならない。
存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。ぬしら、なぜついてきた？神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。リーユエコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろう。かの者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやりとりは我の方が得意であろう。オイラたちも力になるぞ。あ、やっ。の雷鎚、ここより弱滅の時。逃げ道はありません。
ここの地盤は堅固ではない。深追いは危険だ。ひとたび崩れればその被害は想像もつかないものになるだろう。ここは引いた方がよい。力を使ってしまっただけだ。問題はない。我一人であやつを始末しようと思ったのだが、まさか主も追ってくるとは。だが心配はいらぬ。あれがこの地に来ることはもうない。あれほどの傷を負ったのだ。他の場所へ行っただろう。先ほど水の中で一体何が？すでに解決した。水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ、我もあまり手を焼かずに済んだ。そう、無事で何よりだわ。いずれにせよ、私たちはこの危機を乗り切ることができた。後で軍玉閣へ来てくれるかしら。この礼はしっかりとさせてもらうわ。陽光様、船体からの報告によると、水の魔物は幸運閣一帯から去り、周辺海域は正常に戻ったようです。ご苦労様。戦艦群の状態は？陽光様が用意してくれた傷薬、それと国政様の指揮のおかげで、なんとか被害を最小限に抑えることができました。もちろん助けに来てくれたこの方にも感謝を。戦艦群を代表してあなたにお礼を申し上げます。我は そうか、それは何よりだ。雲先生の劇を見たとき、神女へと送られる賞賛を素直に受け取れるようになるかもしれないな。だが我は英雄になろうとしたわけではなく、ただ主を守りたかっただけだ。ひとまず兵士たちは休憩を取りなさい。でも油断は禁物よ。あれが再び訪れる可能性もある。警戒を怠らないようになさい。はっ。長いこと影から見ていたようですが、何か結論は出ましたか？わらわの意見を聞いておるのか？もし神格がいなければ、こたびの件はそう簡単にいかなかっただろう。それは否定しません。しかし彼女がこの場にいなかったとしても、最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう。
無論戦いはより苛烈を極めていたとは思いますが、それにいざという時にはまた軍玉閣を落とせばいいだけの話です。人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた。確かに新奇な発想を多少使っておったな。失敗から学び、事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう。前回から随分と進歩したようだ。今回は旧大点としておこう。これからも試練があまたと訪れるはずだ。わらわはずっと見ておるぞ。天柱への座にいる限り、リーユへの平和は私が守ります。神格よ、数年前お前がこっそりと山を下り、悲しみに満ちた顔で戻ってきたのをわらわは見ていた。今回このリーユエコを訪れ、心境に変化はあったか？ああ、変わった。しかし、まだうまく言葉にできそうにない。だが、想像をしていたよりも、良いひとときだった。ならば良い。旅人、神格のことは任せたぞ。ふむ、あれこれ話をしておったら、神格の子供の頃を思い出したのだが。それは語らずともよい。そうか。お前といい、あやつといい。まあ、聞きたくないのであればよかろう。今回は見逃してやる。さて、わらわは帰るとしよう。二人とも、まずはゆっくりと休んで。落ち着いたら、また軍玉閣に来てちょうだい。軍玉閣の再建と、リーユエが無事危機を乗り越えたこと。今回の宴は、かつてないほど盛大なものになるわ。軍の被害は予想していた範囲内に収まった。でも計画全体を振り返るとまだいくつか荒があるわね。もう少し時間に余裕があれば、ここにあらかじめ結界を張って波を防ぐこともできたでしょう。これらの教訓を生かし、繰り返さないようにしないと。今回はあなたたちが手伝ってくれたおかげね。感謝するわ。行幸の宴に参加するのってオイラ初めてだぞ。美味しそうな料理がいっぱいで目移りしちゃうな。ここに集まってくれた方々はこの行幸の大切な客人。今日は思う存分宴を楽しんでちょうだい。お酒が飲めない人は他にも飲み物があるから安心して。美酒は心を安らかにするけれど、それは何もお酒を飲むことに限った話じゃないわ。この軍玉閣から見える美しい景色を眺めるだけで酔いしれることだってできるはずよ。聞いたか？今日雲先生の舞台を拝めるらしいぞ。ああ、実はそのために俺は来たんだよ。雲先生の劇は一つも見逃したことがないからな。今回神女壁館という演目をやるらしい。雲先生の父が執筆した劇とのことだ。あまりにも楽しみでここ 2,3 日よく眠れなくってな。
あ、見て、雲先生が舞台に。这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位。鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。私の舞台はいかがでしたでしょうか。すっごくよかったぞ。機会があったら、オイラにも演技の仕方を教えてくれ。見事であった。そして礼を言わせてくれ。いいえ、あなたのおかげで真の壁棺をより完璧なものに仕上げることができたのです。劇の幕は下りましたが、あなたの人生はこの先も続いていきます。将来きっとリーユエコーに馴染むことができると私は思いますよ。ああ、感謝する。我も変わるためのきっかけを見つけられたようだ。雲先生、ここにいたのか。ん？そこの白い髪の姉ちゃん、ただものじゃないようだな。まるで仙人みたいだな。ん？まさかお前があの神女なのか。それにそっちは有名な旅人じゃないか。ああ、今日は本当に来た甲斐があったな。椅子をこっちに持ってきても、ほら、一緒に話そうぜ。残りの酒を目や鼻で飲みたくなければ、さっさと消え失せるといい。この感じ、初めて神格と会った時に戻ったみたいだな。何をする気だ。神格、落ち着けって。劇の世界に入らないとうまく歌えない。
あなたたちと共に天光山へ行ったおかげで、今日の演技により深みが増しました。今度また新しい劇が完成しましたら、今回のように役作りを手伝ってくれませんか？今にして思えば、師匠が呪符のことを我に頼んだおかげで主と出会えたのだな。今後もよろしく頼むぞ。今回軍玉閣の再建にあなたは大いに貢献してくれた。このことは心に留めておくわ。いずれこの恩を返させてちょうだい。いつになったら私も軍玉閣みたいな建物を作れるのかしら。はあ、私の財力ではまだまだ先のことよね。でも夢を持ち続けて頑張ればいつの日か。軍玉閣で酒を飲みながら劇まで見れるなんて、これほど幸せなことはない。もっと飲め、もっともっと。えい。聞きに来たのならお話しできることはありません。教皇様は今日も魅力に満ち溢れていますね。はっ、入手しました。わめきなさい。you
天を仰げば雲が。